はい、どうもこんにちは。島村楽器4回時点エレキベースタンドの坪井です。今回はですね、こちらのズーム B14 今大人気のマルチエフェクターなんですけども、こちらの魅力を改めてお伝えできればいいなと思います。では早速弾いていきたいと思います。ではファクトリープリセット10番サンスクリーンの方を弾いていきます。25番ダーククランチの方を弾いていきたいと思います。ファクトリープリセット19番アナログコーラスの方に弾いていきたいと思います。のプリセットを使って弾いてみたんですけども、やっぱり音自体もすごい良くなってるのもありますし、何よりもこのズーム B14 自体すごく使いやすいものになってるなというふうなものは感じました。こちらの B14 なんですけども、プリセットの中のパッチの順番を並び替えることができて、それによって音がどう変わるのか試してみたりとか、いろいろエフェクターボードをこれから組みたいなと思ってたり、エフェクターのことを勉強していきたいなと思う初心者の方とかは、こちらを使って練習していくとかすごいおすすめですね。自分で音を作れなくてもファクトリープリセットで実用できるような音もちゃんと最初から設定されていますので、そちらを使ってみたりとかでもいいと思います。結構使いやすいですね。はい、ご視聴ありがとうございます。今回は Zoom の B14 の方をレビューいたしましたが、また別の機材とかご紹介するときまた動画上げると思いますので、その時またお会いしましょう。ではありがとうございました。